こんにちは、親父の家のジジイです。ヤフオクポチッとシリーズ、今日はこちらになります。これは開封するまでもなく、1964年東京オリンピック1000円銀貨10枚セットです。じゃあこれを袋から出していきます。はい、東京オリンピックの1000円銀貨10枚セットです。これです。裏は富士山、この10枚セット落札価格が3万円でした。ということは1枚3000円っていうことですね。もう何度もやっているので、これの直径 35mm、 重さ20g、 銀925スターリングシルバーです。この1000円銀貨、私にとってすごく思い入れのある銀貨です。1964年っていうのは、私は小学校3年生で、この銀貨家にも1枚ありましたが、もうおいそれ見せてもくれなかったし、こう触らせてももらえないもの、ザ・お宝という感じで父親が大事に保管していました。まあ一枚一枚が大きなダイヤモンドというイメージがインプットされています。こうして並べてみると、当時の気持ちが鮮明に蘇ってきます。市川崑監督の東京オリンピックというドキュメント映画を、学校から町の映画館で学年全員で見に行った思い出があります。それから東京オリンピック運動を運動会で踊ったりもしました。授業を中断して教室のテレビで中継を先生が見せてくれました。
あれから60年、思い出と一緒にこうして手のひらの上にあるというのは、自分の中ではとっても幸せなことです。夢いっぱい詰まった東京オリンピックの1000円銀貨、これもかなりの枚数が集まってきました。一つ一つ大事なお宝として、これからも限りなく集めて いきたいなと考えております。それではバイバイ。